長崎県指定文化財一覧は2001年以後に指定された長崎県指定の文化財や史跡等を一覧形式でまとめたものであるがすべてを掲載しているわけではない。寺院幸福寺、正福寺と共に三福寺と呼ばれる昭福寺の建造物は国宝や国指定十分に昇格しているためすべて一覧から外れている。幸福寺もまた太友宝殿と カカネーモンが国指定十分に昇格している。社殿教会道、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の世界、遺産登録運動に際し、2012年現在、鉄、王の、工場、頭が島の4県が国指定に昇格している。2001年以前に国指定十分だった教会道には、国宝の大浦天主堂、国十分の黒島天主堂、田平天主堂、 旧五輪境街道、聖佐が、裏天主堂がある。墓地和風、東風建築一覧外の国指定和風建築。東風建築としては、重要文化財には、長崎の旧東寺宮式門、県内最古の農家と言われる旧、本田ダや、住宅、津島の代表的農家に位置づけられる首都家住宅がある。登録有形文化財には、 明治中高期の愛用接中住宅である佐藤家小棟、明治後期の商家である江崎別光店が挙げられる。洋風建築旧長崎、大主教館国指定十分の洋館は、長崎市内の東山種、南山手に集中している。クラバー園のクラバー邸、リンガー邸、オルト邸をはじめ、ラテン神学校、イギリス領事館、税関下がり松橋室所。 東山で12番館が該当する。東山市南山手は、国選択伝統的建造物保存地区でもあり、登録有形文化財である、法人洋館住宅の池上家住宅もその一角に位置する。登録有形文化財には、佐世保鎮寿府外線記念館も登録されている。写真の旧長崎大使教館は、平成23年に、 県指定を受けた新しい文化財である。土木建築住居の属土木建築物で国指定十分となっているのは3期の石像アーチ橋である。異色の建築物といえるのが有田焼の部品を組み上げて作られた登録有形文化財長崎市の宮地岳八幡神社等規制鳥居である。仏画、神が国指定十分の仏画には長崎清水寺の 憲本着色不動明王三道地蔵、宋福寺の憲本着色仏涅槃ンズヒ平戸西京寺の憲本着色仏涅槃ンズヒの3点がある。キリスト教版画国指定十分としてのキリシタン性が、版画は2001年現在では存在しない。世俗画国指定十分の絵画には、南蛮貿易で持ち込まれた洋画の資本着色体制を講ずた六極屏風がある。 国認定9重要美術品には、資本着色射血手術図、資本着色東乱館の図2巻、資本着色南蛮人雷鳥図の屏風の3件がある。創像物、彫像仏国指定十分の彫像物は、長崎市脇、三崎長官の恩じの木造千樹館の恩律像1件、のみである。金像物中造によって作られた国指定十分の仏像は、 後藤氏明城院の銅像如来立像、新上後藤長国楽寺の銅像如来立像、津島市黒瀬間音堂の銅像如来座像、津島市渡巳神社の銅像如来立像の4件がある。仏像を除く彫刻一覧にない国指定の重要文化財はすべて仏像である。仏具国指定十分に指定されている仏具は、津島タグスタマ神社の梵鐘と金庫、同じく、 津島旧清春寺の盆章の計算権である。キリシタンのメダル国指定十分のキリシタン奏神具は2001年の時点では存在していない。武具国指定十分の武具は三件ある。大友総林から松浦重信に送られた、婚姻と脅し方白赤道丸と兜、大袖、鎌倉時代の刀鍛冶、国安の太ち、平戸亀岡神社に伝わる大和時代の勘頭立ちと、 その付属資料である。当期2001年の時点で、当時期の国指定文化財はない。国指定の書籍は十分三点と、90用美術品一点がある。高来版大般若行は、平成6年に493巻が東南にあい、うち3巻が翌年に韓国で発見されて、国宝登録された。朝鮮国国心は、津島豪族の早田氏に当てた。 コーランやサカラの完食授与上多摩館のマニュアルキリシタン版長崎版、慶長12年は、キリシタンの修行手引きの印刷本である。旧重要美術品の、資本牧書、ボードウィン書上一通は、ボードウィンが帰国の意思を、シーボルトの門邸店収蔵に伝える指針である。古文書考古資料国指定の考古資料文化財には、 世界最古級の土器とされる豆粒分土器を含む、佐世保市潜伏児洞窟の出土品がある。1973年に、県指定された中国音楽13曲からなる、民進楽が国選択無形文化財に昇格している。国指定の十分歴史資料は、シーボルトの肉質資料21点、日蘭条約の原書、長崎造船所の盾作版の3件である。 国指定有形民族文化財は存在しない。無形民族文化財には2種ある。国指定重要無形民族文化財には、長崎くんちの法能踊り、平戸かぐら、平戸のジャンガラヘトマト行事、生キかぐらの5件がある。国選択無形民族文化財は18件。全県下で選択対象となったのは、年齢改定制、田植えに関する習俗、長崎、 隠れリシュタウン収束の三県である。地域性が高いのは、長崎くんちの竜踊り、野物盆踊り、大村の黒丸踊り、琴飛吹古踊り、沖田踊り、安土大島のスコ踊り、北松浦のねかけ祭りと、奥蔵入れ、古島には、大宝京の砂内と大門で、行きの船競争行事、津島では、木木木収伊豆原の盆踊り、三島の盆踊り、 呂部の舞が選ばれた。戦死時代の遺跡この分野では、世界最古級の土器が発掘された国指定史跡の潜伏寺洞窟や一四国の都といわれる特別史跡の春の辻遺跡が知られる。その他にも、縄文遺跡の福井洞窟、弥生遺跡の塔の首遺跡、県南の原山史跡母軍、県北の大野大史跡母軍が国指定の重要文化財史跡である。 古墳圏内の古墳のうち6割が、駅島に集中する。平成21年、6から7世紀に作られた6基が国指定史跡、駅古墳群に指定されている。他の国指定史跡の古墳には、津島の金属古墳群と八立山古墳、本土に近い立花湾の牧島に位置する、極崎古墳群がある。古代の史跡なら、平安時代の国指定史跡には、 最前線の朝鮮山城だった特別史跡のカナダ城が挙げられる。中世の史跡鎌倉、室町時代の国指定史跡には、鎌倉時代に営まれた西海市のホゲット石鍋、製作遺跡、有馬市の居城として、延岡反転宝直後まで機能した日野工場跡がある。日野工場は、伝承によると、鎌倉木の築城だが、南北朝時代の城と推測されている。 戦国、開幕期の史跡戦国時代の城は、数多いが、国指定史跡の城石は、日野工場の出城で、島原の乱の舞台となった、現城石、創始の居城だった金市城跡、文録、慶長の役に備えて、緊急築城した、津島の清水山城跡と遺棄の勝本城跡、以上の4件である。出島集約以前の貿易関係史跡には、出島に移転するまで、 日蘭貿易を担ってきた平戸アランカンアートが国指定史跡である。キリシタン墓碑南島原市西有リエ町、須川のヒリサクエモンデオゴの母碑が日本最古慶長15年のローマ時分として国指定史跡、世界遺産暫定リスト、長崎の教会軍とキリスト教関連遺産となっている。島原藩領を中心に大村藩領にかけて、 慶長年間をピークとしたキリシタンボヒが多数指定されている。ただし、大村市、原口放出度のキリシタンボヒは、高校資料、東村の議長のキリシタンボヒは、歴史資料の項に計上される。陶磁器カマート県内で3川内焼と被見される、ハサミ焼関係の史跡は、世界最長クラスの登り窯と言われる非前ハサミ、陶磁器カマートが国指定史跡となっている。 近世、近代長崎の史跡長崎市内の国指定史跡で最重要なのは、鎖国期にヨーロッパの玄関であった出島の出島オランダ召喚跡である。日本学の重鎮であるシーボルトと幕末の戦術家、高島周藩の住居跡も指定されている。長崎工房へのために置かれたダイバート、通称ソロバンドックと呼ばれる。 玉石積み選挙の小菅治船場跡といった港町、長崎の特徴的な史跡が指定されている。半世時代の史跡国指定史跡には、島原藩の史跡として、旧島原藩役園跡が上がっている。前日の通り、石田城は早々に破却されたが、後藤市の庭園が造営されており、こちらも国指定史跡となっている。藩主墓所としては、津島藩昇院の宗家墓所に続き、 大村本教寺の大村家ボ所も国指定を受けている。本土には県指定の天然記念物はなく、すべて離島である。本土の国指定天然記念物には、全国規模で指定される、カラスバトと山根、野茂関川島の大鰻生息地がある。津島では、津島山根津島天のほか、前述の北滝生息地を改めた、三丈鳥類繁殖地が国から指定されている。 国指定特別名称の温泉岳は、雲仙の古障であり、山頂から温泉街までを含んでいる。国指定名称の旧園有事庭園は、現在の大村五国神社境内にあり、一般開放されている。動物古木国指定天然記念物の古木には、目をきの大杉、大村神社の大村桜、小長井の小間の木、奈良尾の阿公の4軒がある。 植物群落福江島の下五に見られるように、洞窟を含む環境の悪化により、実態は現地案内表示より厳しいものとなっている。国指定の群落としては、総類では土黒川の沖地もずく発生地、総本田では、おはし観音田植物群落、総本菱植物では、木入れ土鳥持地生北原地がある。低木では、池の原宮牧、島群落、 地獄地帯、白道団群落、太郎竹つくし投なげ群落がある。高木群落には、ワニウラ一ツバタゴキジ、野竹犬告、群落、大村の一位が視点年輪がある。前述の通り現状では、壊滅状態だが、福江と玉の浦にそれぞれヘゴ時制北原地が、設定されている。辰野島海浜植物群落は、ハイビアクシンの一大群聖地だが、 その他の海浜植物との複合群落とみなすのが現状にかなっている。樹草国指定の樹草は多彩である。雲仙の普賢岳紅葉樹林は紅葉の名所である。雲仙温泉の原生沼沼の植物群落は湿地植物が見られる。島原半島先端の岩と山樹層は断崖の群落も見られる。諫早市城山団地生樹層は、日前眉み発見地。 平戸瀬戸の国志島原子林は熱帯植物が自生する。平戸歴岸の岩石地植物群落は朝鮮系植物が多い。ナルトン原山樹層にはかつて大型シダの大谷渡りが見られた。域の立つの島海浜植物群落はハイビアクシンの大群落がある。津島下島の流量山原子林は100ヘクタールにも及ぶ原生林。 同じく下島のスモシラタケ原子林は、日本系と朝鮮系が混成する。地質第3期の大石岩層に第4期の溶岩大地が乗る長崎県の地形は、古さよりも、祈願気象の特異性に特化している。国指定天然記念物は、西海市の七釜小乳道とおじか島の武地、島玉石王決がある。当初植物群落や、 動物生息地としての自然環境が整い、あるいは地質学上特筆すべき当初として、国の天然記念物に指定されている当初は、平戸島西片沖のあちか島と福江島南西沖の男女群島がある。ありがとうございます。